還元楽のための競争曲は、ポーランドの作曲家ルトスワフスキによって、1950年から54年にかけて作曲された還元楽曲。ワルシャワフィルハーモニー還元楽団の指揮者、ビトルト・ロビツキに検定された。この作品の成功により、ルトスワフスキの西側諸国での知名度が上がった。主の楽器のために、民族音楽的な商品を作曲した経験をかし、 ルトスワフスキは、ポーランド民族音楽によるより大規模な作品の作曲をしようと考えた。しかし、この作品はその規模が大きくなったというだけでなく、この作品においては、民族音楽は、戦慄の主題にのみ残されたという点で、特徴的である。ルトスワフスキは、これらの民謡に原曲とは異なる、火星法を施し、さらに無調の対応法などを施して、 これらをシンバロック様式に生まれ変わらせている。フルートさん、オーボエさん、クラリネットさん、ファゴットさん、ホルン4、トランペット4、トロンボーン4、チューバ、ティンパニ、スネアドラム、テナードラム、バスドラム、シンバル、タンブリン、タムタム、シロフォン、カネ、チェレスタ、ピアノ、ハープに、ゲンオブ。ありがとうございます。